皆さんこんにちは。3月28日木曜日、今週の花だより、今週もですね、鹿児島市内産業道路沿いにあります奄美の里シャンドフレールからお届けします。まずはもういよいよ土曜日ですね、コウモリランの板付け講習会。まだですね、若干余裕があるかな。なのでぜひですね、コウモリランをつけてみたいなっていう方は、あとですね、お家でちょっとこれどうしよう、株が増えちゃったり、なんかこう植え替えもしないといけなかったり、どうかなっていう悩んでらっしゃる方もですね、お持ち込みも OK なので、ぜひですね、この機会に育て方、株分けの仕方、板付けの仕方などですね、疑問質問すべてにお答えしますので、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。それとですね、4月の21日春の一日遠足、実はですね、先週もちらっとお伝えしましたかね、錦江湾公園お問い合わせをした時はですね、春の花祭りっていうのはあってたんですけど、特別ものすごいイベントがあるっていう話は出てなかったんですけど、21日にですね、なんとイベントが入るらしくて、バスとかが混み合うかなっていうことになってですね、ちょっと急遽一箇所目の場所をですね、変更することになりました。もちろんですね、集合出発は奄美の里、こちらの方でですね、出発の時間も9時半で変わらないんですよ。でもですね、皆さんがっかりしないでください。さらにバージョンアップしたすごい遠足になりそうなんですよ。阿久根に農園ガーデンソラさんっていう、お庭も見れて、お花も楽しめて、食事もできて、なんとですね、いちごの、なんだっけ、つかみどじゃなくて何、もう美味しいですね、いちご狩りが楽しめるというですね、農園ガーデンソラさんってあるんですけど、そちらの方にですね、ちょっと行って、そこから個人の、霧島のお家にぐるーっと回って、シャンドフルールに帰ってこようかなと思ってます。時間はなるべく変更せずにですね、帰りも4時半ぐらいを、16時半ぐらいをですね、予定はしてるんですけど、そちらの方でお庭も見て、道中もちろんですね、もう今バラの季節ですよね。皆さんの疑問質問にお答えすべく、京成バラ園さんにいらっしゃった入谷慎一郎先生を迎えて、バスの中でですね、質問コーナーと、あとお悩み相談、あとですね、今のバラの時期の育て方のポイントなどもレクチャーしていただきながら、道中向こうに向かって美味しいご飯を食べて、いちご狩りをして、お土産にいちごも買って帰らなくちゃ実は昨日下見に行ってきたんですよ、私。そしたらもう本当にですね、いちごってこんなに美味しいのっていうぐらい美味しいいちごをですね、ちょっと試食させていただいて、もちろん買っても帰りましたよ。食べるだけじゃないですよ。ちゃんと買っても来ましたけど、もう本当にですね、美味しいいちごだったんですよ。なのでこれはもうぜひ皆さんにご紹介しなくちゃと思ってですね、急遽いちご狩りも入れました。で、その料金はですね、お土産に積んで帰る分はもちろん実費で払っていただくんですけど、味見ですね、試食はこちらで料金を持ってですね、もうそのツアーの1万2000円の中にはちゃんと入れちゃいますので、ぜひですね、まあ、あと数名枠あるのかな、あと数名大丈夫です。大型バスに変えたので、もうちょっと枠があるかしら。はい、気になる方はぜひですね、一緒に一日遠足楽しみましょう。というところで、今週のお花の紹介行きたいと思います。まずはですね、続々とですね、先週ですかね、関東の生産者さん周りのですね、戦利品というかお花がですね、続々入荷はしてるんですよ。すっごい可愛い戦闘霊を私見つけてですね、箱に入らないサイズですよっていうのをですね、はい、無理やりちょっと入れてもらいました。すっごい可愛くないですか？もうこれはですね、花壇に植えてもいいし、鉢植えでもいいし、寒さ強いのでですね、もうお外の花壇で全然大丈夫です。綺麗なですね、セントレアの苗が入荷しました。セントレアってですね、夏前まで咲く一年草ではあるんですけども、こんだけつぼみがですね、もりもり上がってきてくれたら、夏前まであと何ヶ月か持つので、全然可愛いですよね。で、あとはですね、こぼれ種とかで毎年出てくれたりもするので、生産者さんですね、いろんな色を作ってらっしゃって、どの色が咲くかわからないっていうことだったんですけども、いろんな色をですね、こんな感じでブルーもとっても可愛い。綺麗なセントーレアをですね、はい、ゲットしてきましたよ、皆さん。とっても可愛い。なんかなんでこんなに全部お揃いになるんでしょうっていうお話しましたよね。フェリシアのフェリシティ、ブルーデイジーですね。もうこれも暑さ寒さ強くて強肩で多年草で毎年咲いてくれるので、とっても可愛いですよね。この空色ブルーのお花が、もうすごいつぼみの数じゃないですか。もう自然にこのつぼみの数がこのドーム状に綺麗に上がるってすごすぎる。暑さ寒さに強い多年草のフェリシアのフェリシティ、とても綺麗な株が入荷してます。次にですね、アップルグリーン、なんて言えばいいんですかね。もうこのグリーンの宿根バーベナがもう本当に可愛くて。で、バーベナはですね、結構寒さにも強くて、宿根で毎年で、こちらの方ならですね、庭植えで全然大丈夫です。こう横に張ってくれて、次々咲いてくれて、来年もしっかり残ってくれるという。意外とですね、雨にも強いんですけど、もう綺麗に長く花を楽しみたかったら、プランターとか鉢植えでももちろんいいですね。宿根バーベナのラナイ、アップルグリーンが入荷してます。
先週ホイップマカロンはメロンクリームとストロベリーの2色でしたけど、これはまだですね、プレミアムカラーじゃない方、普通のカラーの方ですね。ホイップマカロンはですね、この中輪系のお花がもりもり咲いてくれてですね、とっても可愛い。で、この中間色のほら、素敵な色も入ってる。この辺のホイップマカロンがですね、こちらノーマルカラーの方ですけど、先に、プレミアムより先にですね、はい、こちらが入ってます。で、ホイップマカロンもですね、強い霜雪避けていただければ多年生で毎年咲いてくれて、花柄はですね、ペチュニア類って、ここの花の付け根の額のところに種ができるので、ここをですね、ちゃんと取ってあげた方がいいですね、ペチュニア類は。花柄を摘むときは、この額のところから全部取ってあげた方がいいです。次々咲いてくれる綺麗なホイップマカロンが入荷してます。先週はですね、ティラミスっていうちょっと小ぶりなお花のこの色合いのペチュニアが入ってたんですけど、カプチーノ、もう一回り大きいお花のタイプですね。M&B フローラさんのこのアンティークなカラーはそのままに、花が大きくてですね、ちょっと縁取りに色も入りますね。綺麗なカプチーノの苗が入荷してます。これも一緒ですね。多年草で毎年で、霜雪は避けて、そしたらですね、真夏と真冬以外はずっと次々咲いてくれるという、もともとの性質が四季咲き性なので、環境いい間はずっと咲いてくれるという、ペチュニアのカプチーノも入荷してます。輝くビロードのような黒。ものすごくないですか？ペチュニアの黒のセット。本当にすごいですよね。万葉の美シリーズ。ちょっと和風なですね、渋い名前が入ってますけども、それにも名前負けしないこのビロードの黒。すごいですよね。ペチュニア黒のセット、綺麗なのが入ってます。ちょっと小ぶりなお花で次々咲いてくれる。すごいこのビロード感が画像で伝わるのかしら。綺麗な色が入荷してます。ペチュニアモンローウォークのペールモーブシルバー。この渋々の紫に縁取りの、なんて本当にシルバーですよね。シルバーエッジがかかる。なんて渋色なんでしょう。こちらのペールモーブシルバーと、こちらのシルキーラテ。はい。あ、こっちどこに咲いてるんだろう。綺麗なですね。こちらもラテ色ですね。コーヒーっぽい色のすごい素敵な色合いの渋々色の2色限定品がですね、入荷してます。とっても綺麗。こちらは打って変わってなんて明るい可愛いお花なんでしょう。プチダリアのスマイル。これはですね、ミニミニ咲きのダリアが次々咲いてくれる花壇とかですね、鉢植えとかでも大丈夫です。どちらでも寄せ植えでももちろん可愛いですね。で、ダリアはですね、多年生で毎年なので、球根植物なのでですね。で、これは寒さにも強くて、暑さも意外といけるんですけど、真夏は半日陰の方が長く持ちますね。で、年も越して毎年咲いてくれるというプチダリア、スマイルですね。可愛いのが入荷してます。こちらのバーベナはですね、さっきのアップルグリーンとかとは違って、ちょっとこんもり、ドーム型にこう茂る、立ち性のバーベナですね。普通の1年生タイプのバーベナなんですけど、もうこのオレンジが私大好きなんですよね。で、他の色もですね、もちろんいろんな種類が入ってるんですけど、もうとってもすごいんですよ。1年草のバーベナって言ってもこの株すごくないですか？おもりもりちゃんのほら、多年生のバーベナみたい。このボリュームでですね、1年草のバーベナってすごいんですけど、霜が降りる頃まで咲いてくれるので次々ですね。1年草といえども花時期はとっても長くて強犬種です。寒さにも強くてですね、暑さにも強い。日当たりの良いところでモリモリ咲いてくれるバーベナですね。綺麗なのが入荷してます。多彩な花色になるマリーゴールド。これはですね、ストロベリーブロンズって言って、咲き始めからですね、この渋々色からこのストロベリーカラーにですね、ずっと色変わりするので、株が茂った時にですね、一つの株でいろんな色が咲いてるように見えるんですよ。でも、私マリーゴールドって実はあんまり好きじゃないんですけども、この渋色はですね、このストロベリーブロンズはもう本当に大好きな色合いですね。でマリーゴールドもですね、霜雪に当てるともう一年草扱いで終わるんですけど、結構ですね、霜がちょっと避けられたりすると残ったりするんですよね。すごいですよね。霜が降りる頃まで次々咲いてくれて、もちろん今から茂るんですけども、秋ですね、霜が降りる直前の色合いはもう本当にグラデーションが見事です。はい、ぜひ植えたことのない方はですね、植えてみていただきたいなと思います。次にですね、もうすごい鮮やかな赤。もう本当に綺麗なですね、クレマチスブルーバードシリーズのヌビアですね。これはですね、新旧両枝咲きの四季咲き性タイプのクレマチスですね。鉢植えでも庭植えでもどちらでもいいんですけど、結構ですね、次々お花が咲いてくれるので、花柄が散った後、この中心にですね、ほっとくと種ができるんですよ。で、その種をつけててしまうと、子孫ができたできたと思ってですね、安心して次のお花つきが悪くなるので、お花が終わったらですね、この柄の部分まで一緒に取ってくださいね。そうすると次々咲いてくれて、環境が良ければ四季咲きタイプなので、うまくいけばもう春と秋とよく咲いてくれる四季咲き性のタイプのブルーバードシリーズヌビアですね。新旧両枝咲きの四季咲き性タイプの、もう本当に綺麗な赤花のブルーバードシリーズヌビア、綺麗なのが入荷してます。
次にですね、もうお取り寄せのもう限定品のヘデラ雪ホタル、もうこのですね、コロンと丸い葉っぱが大人気なんですけど、これなかなかですね、欲しい欲しいって言い続けてて、余剰が出たらそーっと回ってくるというですね、なかなかしょっちゅう入らないタイプなので、もう見つけた時は即ゲットしてください、皆さん。綺麗なですね、ヘデラの雪ホタル入荷してます。はい、次に、じゃん、こちらが、クレマチスのカートマニー城、つぼみだらけでよく花がわからない、真っ白なですね、純白の、このクレマチスはですね、常緑性のクレマチスで伸びが遅いので、釣り鉢、ハンキングとかにしても、本当に綺麗に咲いてくれるですね、綺麗な常緑タイプのクレマチス、カートマニー城ですね、売り切れてたのが再入荷しました。はい、で次に、フランネルフラワー、もう皆さん大好きなフランネルフラワーだと思うんですけど、これはですね、多年草なんですけど、ちょっとですね、このやっぱり産毛の生えた白い葉っぱって気難しいんですよ。で、これはですね、なんかこう、なよなよっとした感じなんですけど、日差しは大好きなんです、実は。で、日にはよく当てないといけないんですけど、雨は嫌いなんですよ。なんてわがままなんでしょう。なんですけど、それを守ってですね、もう軒下とかの日当たりのいいところで管理していただけると、ちゃんと毎年ですね、多年草で持ってくれるのでですね、高温多湿がちょっと嫌いですね。水はけのいい用土で日当たり良くして、雨は避けて、ちょっとお嬢様育ちですけど、それを守れば、この綺麗なお花が次々咲いてくれて多年草で毎年ですね。これはですね、滝井さんの展示会でゲットしてきた春色クレヨンですね。初心者の方が初めて植えるのにおすすめなですね、強肩種を滝井さんがですね、剪定して出してくれてる綺麗な春色クレヨンのネメシアですね。はい、綺麗な色が入荷してます。結構ですね、花も大輪で色も鮮やかでですね、香りも良くてですね、可愛いのが入荷してますね。春色クレヨンネメシアが。はい、いろんな色が入荷してます。次に、バジル。バジルはですね、もう大人気のハーブなんですけど、寒さに弱い一年草なんですね。なので、種をまいて今からぐらい、もりもり霜が降りる頃まで茂って終わり。最後は花が咲くので、もうそこで種取りをしてですね、毎年まいていただければなんですけど、やっぱり発芽温度がですね、20度ぐらいいるので、今からもりもり育って、パスタとかですね、サラダとか刻んで使ってもらえれば、フレッシュバジルですよ。ピザに乗せてもいいと思います。はい、綺麗な株が入荷してますね。うちのシャンドの入り口の方にですね、植わってるラッキークローバー。黄色いこの可愛いポンポン咲きのクローバーですね。ご注文いただいてた方には連絡がいくかと思いますけど、出根でグランドカバーにも行けるですね。黄色いクローバー、ラッキークローバーも入荷してます。はい。あとこちらの方がですね、はい、大人気のラークスパー、千鳥草ですね、のアールグレー。前回入ったのはアンティークから別の種類だったんですけど、やっとですね、アールグレーも入荷したので、気になる方はぜひですね、早めにお問い合わせいただけたらと思います。ご注文いただいてる方にはですね、また明日以降連絡が行きますので、お待ちくださいね。M&B フローラさんから出てるペチュニアの花衣。好きな方は多分ご存知かと思うんですけど、このラベルの色でわかるかな？この藍染めっていう濃ゆい紫とですね、ルリ静か、この明るいブルーとですね、全部白のエッジが入るんですけど、あとですね、こちら紅水晶。はい、綺麗なピンクに白エッジ。もうなんともですね、もう初めて出た時に衝撃でしたよね。黒真珠。この黒に、ちょっとクリームがかった色のですね、エッジが入る。これですね。はい。もう本当に大人気のペチュニアですけど、花衣もですね。これもですね、強い霜雪避けていただければ、次々咲いてくれる、もう綺麗なお花なのでですね、大人気のペチュニアの花衣も入荷してます。次にですね、こちらも先日の関東の生産者周りでゲットしてきた商品ですね。ダイアンサスディアンティカのヨーグル。この色合いがですね、とっても可愛くないですか？白にこの赤のエッジが入る。とっても可愛い。多年草ですね。このナデシコはですね、暑さ寒さ強くて、毎年咲いてくれる多年草なのでですね。で、この新種はですね、香りもあるんですよ。なので、この新しい色合いに香りもあって、暑さにも寒さにも強くて、霜雪も大丈夫なので、それでですね、毎年咲いてくれるという、なんてお利口さんなんでしょう。強肩種のですね、ダイアンサスディアンティカのヨーグル。綺麗な株が入荷してます。次にですね、もう庭植えで出根で毎年出てくれる姫うつぎ。これはですね、明るい黄緑色の葉っぱに、この真っ白なですね、ちょっとつぼみの時はグリーンがかってるんですよね。これが咲いたら真っ白のお花がですね、もう雪を散らしたようにパーッと表面にいっぱい咲いてくれるんですよ。で、何が強いかってもう霜雪にも強いし、毎年もう出根で出てくれる。落葉なんですけど、毎年ですね、お庭に植えてても出てくれる。で、何がお利口さんかってですね、半日陰のお庭でよく咲いてくれるんですよ。なので、ここちょっと日当たりが悪いのよねっていうところでも、もう今の時期からですね、この明るい白い花がですね、そこにパーッと咲いてくれるとですね、ちょっと日陰で暗い場所でもですね、明るく見えますよね。
出根で毎年で低木になりますね。高くなっても1メートルぐらいまでかな。綺麗な姫うつぎの株が入荷してます。次にですね、もう今からの季節、お庭に1本植えとくとなんて便利なんでしょう。姫山椒、もう葉っぱの香りがですね、本当にいい香り。山椒はですね、強い日差しが嫌いなので、水はけのいい半日陰の場所に植えとくのがいいですね。なのでそこに植えてたら、ちょっと必要な時にですね、お庭からプチッと取ってくればいいという、なんて便利な、姫山椒、綺麗な株が入荷してますね。で次に、こちらの出根サルビアのセンセーション。こちらはですね、横浜植木さんというメーカーさんから出てるんですけど、サンドのお庭にもですね、植わってる出根草で毎年ですね、綺麗な4色あるはずなんですけどね、綺麗なサルビアのファイヤーセンセーション、出根ですね。寒さにも強くて、毎年咲いてくれる多年生のですね、栄養系のサルビアが入荷してますね。次にですね、板付け講習会の時に、ちょっとですね、大株の素敵な姿も見れた方がいいかなと思って、見本株も入荷してますね。こちらがエレファントティスと、こちらの方がですね、ビーチのクイーンズランド。綺麗な白っぽい葉っぱがですね、とっても綺麗ですよね、ビーチは。この辺のですね、板付けの大株も入荷してます。でもちろんですね、こんな大株はちょっと手が出ないわっていう方にはですね、苗も入荷してるんですよ。エレファントティストですね。あとこちらはですね、グランデとかの苗は先週もご紹介しましたね。あとこっちがですね、ステマリア。ステマリアとかですね、エラワンとかですね、いろんな種類のお手頃苗がですね、入っているので、こちらを板付けにしていただいてもいいかなと思います。綺麗ないろんな種類の苗もですね、入荷してます。はい、次にですね、セアノサス、カリフォルニアライラックの苗が、苗じゃない。次にですね、セアノサスのカリフォルニアライラック、綺麗なですね、もう花が咲き始めているこの大きい株と、ややお手頃株。こちらとですね、両方入ってます。これがですね、ブルーのカリフォルニアライラックの方ですね。でこちらはですね、多年生で毎年、結構ですね、0度ぐらいまではいけるので、こちらの方だと庭植え全然 OK なんですけど、寒さのきつい地方だと、ちょっと庭植えは気をつけた方がいいかもしれないですね。寒風避けて、霜雪の時ちょっと応用してですね、していただければ、マイナス5度ぐらいまでいけるのかな。毎年咲いてくれる。綺麗なですね、このブルーの小花がたくさん一面に咲いてくれる。庭植えでも鉢植えでもこちらだったらいけますね。はい、綺麗な株が入荷してます。セアノサスのカリフォルニアライラックですね。次にですね、ドライフラワーでも大人気ですね。キングプロテアのリトルプリンス。綺麗な花付き株がですね、入荷してます。これはですね、OGプラントなので、やっぱ水はけは良くしてですね、強い霜雪は避けて、真夏は朝日程度ですね、半陰に置いてた方がよく持ちますね。ただそうしてあげると、ドライフラワーでも長く持つこのお花がですね、毎年咲いてくれる綺麗なキングプロテアのリトルプリンス入荷してますね。次に、こちらがエレモフィラのマクラータ。これはですね、こちらの方だと全然霜雪も大丈夫で、庭に植えても毎年咲いてくれる、このローズマリーのようなですね、綺麗なお花に、このシルバーリーフの葉っぱが一年中楽しめる、綺麗なエレモフィラマクラータ、株が入荷してますね、お花付きの。はい。で、次に、もうこれはですね、こう、そそとしたこのグリーンのお花がとっても可愛い常緑のクレマチス、ペトレイですね。これはですね、お花がカートマニンジョウとかより一回りちっちゃくてグリーンなのでそそとしたお花なんですけど、何がすごいって香りがすごいんですよ。香りも良くてお花も楽しめて、常緑性のクレマチス。成長が遅いのでですね、管理もしやすい。真夏は半日陰に置いた方がいいですね。そうすると、毎年咲いてくれる常緑性のクレマチスのペトレイ。綺麗な株が入荷してますね。次にですね、カリフォルニアローズフェスタ。何のお花かというとですね、バラ咲きのインパチェンスなんですよ。もうとっても綺麗なですね、白と一番人気のアップルブロッサム。ほんのりピンクが入るですね、こうバラのような咲き方のインパチェンス。インパチェンスは何がいいかっていうとですね、半日陰で日当たりが悪くても咲いてくれる。ただですね、八重咲きのインパチェンスはあんまり強い雨に打たせない方がいいので、半日陰の外の軒下がいいですね。でもそうすると今から霜が降りる頃までずっと次々咲いてくれるお花ですね。で、インパチェンスはですね、霜雪に当てるともう一年草扱いで終わりなので、それを避ければ来年も楽しめるという、綺麗なバラ咲きのインパチェンス、カリフォルニアローズのフェスタが入荷してます。次にですね、PW さんのもう狂犬種、ユーフォルビアのダイヤモンドフロスト。この白いチラチラしたですね、ユーフォルビア。他のお花と一緒に寄せ植えしても、この白いお花がですね、普通のお花の間からチラチラ出てくれるので、とっても可愛いんですよ。なんで、インパチェンスとかペチュニアとかですね、どのお花と組み合わせても綺麗。もちろんですね、これ単体で植えるとこんな風にですね、一株で株張り40センチまでなるという狂犬種で霜が降りる頃まで咲いてくれるので、とっても可愛いですね。ユーフォルビアのダイヤモンドフロスト。今季初入荷ですね。綺麗な株が入荷してます。はい。で、次にですね、寄せ植えにも大人気。
ヘリクリサムのシルバースノー。こちらはですね、こういう白い葉っぱなんですけど、このタイプはとっても強健でですね、霜雪も強くて、多年草で毎年で、結構ですね、暑さにも耐えうるという、梅雨の長雨だけがちょっと気をつけないといけないかな。でも寄せ植えにしてると、このシルバーリーフが一年中楽しめるヘリクリサムですね、強健種のシルバースノーが入荷してます。これが、シャンドナーの最初のあのバラだよ。ああ、はい、はいはい。オープニングの。あれ？そう。そうよ。前問い合わせも来てたでしょ。これめっちゃ人気ある、ね。そう。フローランドのプリズム。プリズム。はい。はい。次にですね、皆さん、どっかで見覚えがありませんか？シャンドフルールのですね、オープニングでもご紹介してますよね。あそこに映ってる、こう、色とりどりじゃないですけど、なんて言えばいいの？このですね、色が変化する、もうとっても可愛い、高橋園芸さんのフローランドプリズムですね。綺麗なミニバラが、やっと入荷しましたよ。今季初入荷ですね。これ何件もお問い合わせいただいてましたよね。綺麗なミニバラが入荷してますので、気になる方はもう即ご連絡ください。綺麗なミニバラプリズムがやっと入荷してます。はい。次に、もうこちらもですね、もう画面でお伝えできないのがとっても残念なんですけど、これこんなにちっちゃいミニバラなんですけど、本当に香りがいいんですよ。香りのミニバラと言われているボレロ。可愛い色合いのですね、ミニバラが。これも四季咲きタイプですね。とっても可愛いのが四季咲きで次々咲いてくれて、香りもいいというミニバラのボレロ。綺麗なミニバラが入荷してます。香りがとってもいいのがお伝えできなくて残念です。アイビーゼラニウムのトムキャット。こちらはですね、お問い合わせもいただいてましたけど、このもうストライプ模様がですね、大人気のアイビーゼラニウムですね。綺麗な大株が入荷してますので、気になる方はぜひお問い合わせください。こちらもですね、四季咲き性タイプで、普通のゼラニウムと違ってちょっと横這いですね。で、このタイプはもちろん霜雪はちゃんと避けて、夏は半日陰にしとくと、毎年楽しめる多年草ですね。綺麗な株が入荷してます。はい。次にですね、こちらがもう大人気のクレマチスのプリンセスダイアナですね。こうベル咲きのもう代表選手と言ってもいいでしょう。こちらはですね、綺麗な株が入荷してますけども、鉢植えでも庭植えでもどちらでもいいですね。霜にも雪にも強い多年草のクレマチス、プリンセスダイアナが綺麗な株が入荷してます。次にですね、もう夏のシェードガーデンには欠かせないですね、ギボウシ。ギボウシが入荷し始めました。これは宿根で毎年で、冬はですね、葉っぱがなくなるんですけど、こうやって春になるとですね、綺麗に芽吹いてくれて、半日陰の夏の庭を彩ってくれる、もうこのカラーリーフがとっても綺麗ですよね。いろんな品種がミックスで入荷してます。やっと入り始めたホスタ、ギボウシですね。綺麗な株が入荷してます。次に、こちらの方がですね、アンスリウム。これはですね、ちょっと寒さには弱いんですけど、それだけ気をつければですね、窓越しの薄日で、次々もうほぼほぼ一年中お花がついてくれるという綺麗なアンスリウムですね。これのミニタイプが入荷してますね。アジサイ。アジサイの大人気品種のひな祭り。はい、とても可愛いですよね。このピンクに濃ゆいピンクのエッジがとても可愛いガクアジサイのひな祭り。これもですね、ハウス育ちなので、今すぐお庭に植えるのは良くないですけど、花を一通り窓越しの日光の当たるようなところで楽しんだ後にお庭に植えてあげればですね、毎年咲いてくれる強健な種類ですね。ひな祭り、綺麗なのが入荷してます。こちらもアジサイですね。これはですね、リンっていうちょっと珍しい種類なんですけど、だんだんですね、こうグラデーションで色が濃くなってくるんですけど、本当にですね、これ色が鮮やかになるんですよね。ガクアジサイのアジサイのリン。綺麗な種類が入荷してます。これは紫もピンクもどちらもあるんですけど、まずはピンクが入荷ですね。次にこちらがですね、八重咲きのアジサイのエリー。これがですね、もうこの真っ白なこの状態からだんだんグラデーションでブルーが出てきて、とっても綺麗なですね、空色ブルーに水色ブルー、可愛く色が出るんですよね。八重咲きの珍しい種類ですね、エリーという。品種が入荷してます。これもですね、やっぱり今はハウス育ちなので、今は窓越しか軒下で徐々に慣らしてからその後地植えですね。庭に植えて毎年出てくれるし、鉢植えでももちろん大丈夫です。綺麗な八重咲きアジサイのエリーも入荷してます。次にですね、袋なでしこシレネのナッキーホワイト。もう綺麗なこの可愛いですね、袋なでしこ白いお花に、斑入りの葉っぱもとっても可愛くてですね、寄せ植えにも大人気ですね。可愛い株が入荷してます。綺麗なですね、つぼみもいっぱいついてる。はい。寄せ植えにもしやすいサイズですね。綺麗な 2.5 寸サイズ。シレネのナッキーホワイト。これはですね、耐寒性もあって、水はけのいいところだと毎年咲いてくれますね。こんなにちょっと弱々しい感じなんですけど、寒さには全然大丈夫なんですよ。で、何がダメかっていうとですね、群れに弱いので、風通しのいいところで、なんか寄せ植えとかも縁の方に植えてあげるといいですね。多年草で毎年で寒さにも強い、綺麗な株が入荷してます。シレネのナッキーホワイト多年生ですね。はい。ということで、今週もいかがだったでしょうか。今週もですね、直送便と市場のお花と、
もりもりですね、紹介できたかなと思います。今週も気になるお花がある方はですね、ぜひお電話か、シャンドのお問い合わせメールでお問い合わせいただけたらと思います。代引き便でですね、発送も可能ですので、ぜひお問い合わせください。今週も動画を見ていいなと思った方は、ポチッといいねボタンと、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではですね、週末と、あと4月21日もですね、はい、イベントが続々と続きますので、気になる方はそちらの方もお問い合わせをください。ではまた明日お会いしましょう。